この講演会は近年増加している特殊詐欺被害を防ごうと鳥取県消費生活センターと鳥取県警が開いたものです講演会では鳥取県警生活安全企画課の羽田孝之警部補が講師を務め県内で発生した事例を挙げながら最新の被害状況や対策について話をしました。 特殊詐欺は今やもう身近なな犯罪になっておりますいつ誰に電話、メール、そういったもので詐欺の魔の手が来るか分かりませんので、対策を取っていただいて、詐欺に備えていただければと思います今回のような特殊詐欺に関する講演会は、今月24日と30日にも、鳥取県内で開催される予定です。